宇宙から六足歩行でテレポート、空飛ぶ魚 NT シラスラピオン。今日の動画では禁忌を犯したいと思います。ちなみにこれ罪に問われる危険性があるため、絶対に真似しないでください。まずはこちらの濃いめのカルピス、これを半分まで注ぎます。そしたらこの濃いめのカルピスを水で薄めて普通のカルピスにしたいと思います。いやー、カルピス、どんな気持ちだ。自分の濃いめというアイデンティティが汚され、普通のカルピスになっていく気持ちは。だけーす。まず。濃いめのカルピス、最高。